流行形状跡不知者里島島村うねめばかたい書院50頭。流行寺は神奈川県藤沢市片瀬の流行形状跡に立つ日蓮宗の本山。3号は弱光山。常用館自体を用いて流行寺と表記する場合もある。この地はかつて形状跡で文永8年9月12日に日蓮宗の開祖日蓮が処刑されそうになった。この事件を日蓮宗では 竜の口法難と呼ぶ。その後、延元2年、剣武4年に、日蓮の弟子、秘宝がこの地を、竜の口法難霊、石として、季川堂という堂を建立し、自作の祖師像と、首四季川を置いたのが、流行寺の始まりと伝わる。なお、本格的な寺としての格式を整えたのは、腰越,越、津の国人で、日蓮宗の信奉厚い島村うねが、 慶長6年に土地を寄進して、以来のこととされている。1886年までは、千人住職を置かず、片瀬八家事が臨番で維持していた。現住は15世位、本間日温漢寿、池上宝苑後本山の一つ。以下の4棟の建造物が2021年に、国の登録有形文化財に登録された。片瀬八家事は、流行寺を交代で管理した、片瀬 腰越えの八つの寺院で、いずれも、三号を、流行山という、流行寺林番八火事とも呼ばれる、文化財指定なし。この林番制度は、延元2年の四季川道根流から1886年、大上官二つにより、流行寺に住職が置かれるまでおよそ550年、存続した。流行寺根流以前から、日蓮宗都から、流行形状の地は新生死され、 5時のため、腰越えの6時が順次混建立された。その後、片瀬の寺院が、日蓮宗に改修され、林番に追加された。なお、類似の林番制度は、仏元寺や、美信山駆動寺の日蓮病でも行われた。日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。